千葉チータスの血を吸し切りますから。紀元2世紀末、曹操は華北一帯を制する。ああ、面倒な話よ。どうせ誰かが帝位を奪うだけ、乱世など早く終わればいいのだ。しかし、曹操、あの強大な袁紹を破るほどの男、ならば官室に未来はないと分からぬわけがある前に。芝居殿、口を慎まれよ。不敬であるぞ。無理やり出仕させられるのだ。この程度の愚痴は聞き流せ。ああ、全くもって面倒な話よ。A few moments later. Kakuchi no ran mo hobo chingatsu. Yōu yaku ranse mo owari masu ne, chichi-ue. Kore de ware ra Shiba-ke no tenka mo antai ka. Baka ne ga! Shou, omae wa watashi no tatakai no nani o mite kita? Waga ko, waga chi ni tsuranaru mono という dake de天下をいただけると思うな。日々己を磨き、才を高め、天下の万象を知ることに努めよ。人の世を滑る者は誰よりも高みを目指さねばならん。そうだろう、そう思うとくよ。端を発した軍友各両軍が対峙するは、敵は課税と聞きましたが、こたびの陣容はおごりなき見事なものですね。曹操とは旧知の間柄、敵とはいえ礼をもって対せねばなら。我が殿の陣容の美、曹操殿の戦術の美、しかし誠の美を体現するのはこの私。超春愛、美の何たるかをお目にかけましょう。A few moments later. 天下は義のもと一つになった。長江よ、何か望みはあるか。あまたの戦場にて華やかに舞い、乱世での美は極めました。これからは知性における美を追求しようと思います。好きにするがいい。中達、よしなにせよ。さて、知性の美と言ったな。美の啓蒙でもするつもりか。美を押し付けるのは無粋です。美とは感じるもの、人との関わりを通じて共感するものです。例えば舞、共に舞い踊ればきっと、ああ、それは素晴らしい。大事なよう思い出した。失礼する。美の追求は終わりなき旅、これからも華麗に舞うとしましょう。you
続くのは紀元2世紀宮中に入り暴虐と何としても董卓を討つが、それでももはや官室の力は戻るまい。この連合軍の中から次なる野心が芽生えぬとも限らんな。知れたことよ。お主とてこの戦で何かを得るつもりであろう。ばっ、しけの私は名門円家の王様として官室を支えるべくだな。なるほど、名門とは忠義に厚いものなのだな。その通りである。この戦で見定めねばならんだな。わしがこの先戦わねばならぬ英雄。A few moments later. 新しい天下を導く者はあらかた任じたか。残るはただ一人。わしがこのまま天下にあっては彰子の民もわしを求めよう。あたかも帝であるかのよう。わしが望む時代に不要なもの、それはわし自身。覇道はなしだ。これからは天の道を行こう。より始まった群雄割拠の自尊権は劉備と手を結び、そんな小石では曹操を倒せんぞ。あの鈴の音を聞いているとイラつきましたね。バラバラの小石では何も起こせぬ。だが小石がまとまり巨石となればあの船さえも潰せよう。カンネルは今や俺たちの仲間だ。師匠は捨てよ。まあ努力はしますよね。A few moments later. 本当に無責任な奴だぜ。まあ、仕方ないか。あんたと父上、そして乱世に散ったあまたの思い、まとめて背負って生きてやるよ。鈴の観念、出番みてえだな。
時は紀元3世紀。それから間もなく。そう。ほら、奴らの船に突っ込む。後ろの守りはあんたらに任せたぜ。おい、あんた。寝言にしちゃ大きすぎないか。入ったばかりの奴が勝手に持ち場決めるなっつうの。心配すんなって。ぶっ込みの喧嘩じゃ負けたことねえからよ。いや、心配とかそういうんじゃなくて。もういいだろう。官兵衛、君の力を我ら孫悟に見せてくれ。お前の兵は川沿いに待機させてある。うまく使ってやれ。おう、任せとけって。 A few moments later。相変わらず無責任なやつだな、あんたは。平和な天下でのんびりってのは俺の性に合わねえからな。俺の家財だの褒美だのは全部うちのやつらに分けてやってくれ。じゃあな。面白かったぜ。俺らが欲しいのは財産なんかじゃねえ。たぎるような毎日ですぜ。兄貴と同じでさ。バカ野郎どもが。しゃあねえ。じゃあ適当に船でも見つけて出かけるか。漢王朝は終焉の時を迎えようとし、都で暴虐と。うっせ、俺たちの手で董卓を討つんだ。なるほどな。背中がまるで留守。なに？気にしないでくれ。先ほど孫権殿から君の背を守るよう頼まれた。その意味を理解しただけで。チェ、それは親父から見たら俺は未熟だろうけどよ。褒めても言った。君には何者にもひるまず進む勇気がある。お前、名前は？周光輝。君を支えるものだ。 A few moments later。 孫策、これからどうする？お？その顔、いい加減退屈しているのだろう。君は玉座で安閑としていて満足できる男ではない。そうか、やっぱそうだよな。ケン、天下のことはお前に任せた。ちょ、兄上。この天下のどこかに面白いもんが待ってるんだ。ああ、周遊。ああ、行こう。孫策、どこまでも共に。
代武門の長として紀元2世紀これに対し漢王朝野心の者が立つのではなく民が暴れるとは嘆かわしいですな口では嘆いているがその心は高ぶっていよう。俺たち武門の者は戦に身を置いてこそ生を感じるものだからな。ほう、冒頭孫家は武に取ら孫家の武とは強き騎馬。さあ、この天下が戦場だ。皆の武食らわせてやれ。A few moments later. 孫権、そなたを大尉としてそばに置くこと、何より頼もしく思うぞ。陛下、私とて武で乱世をかけ、荒唐の虎と恐れられた男、いつ力に溺れ東卓のごとき修羅に落ちないとも限りませんぞ。孫権、そなた冗談です。ご無礼をお許しください。しかし虎を飼うにあたり相応の覚悟はしていただきたい。覚悟と申すか。さよう。帝の御心が強くあることこそ世の乱れを鎮める最大の力。この孫文代、そのための刃として生涯官室に忠誠を誓いましょう。宮中に入る。ご孫さん殿、いさかいなどなりません。さあ、ここは下がりましょう。見ておれ炎章、必ずや貴様以上の先行を立ててみせる。感謝する。お前のような者がそばにいれば我が兄弟子も大丈夫だろう。失礼、私は劉玄徳。共に悪逆の董卓を討ち平穏の世を取り戻そう。趙雲、何をしている。趙紫竜と申します。また後ほど戦場にて。ご孫さん殿、あのお方は劉備か。同門で学んだが優しいばかりでつかみどころのないやつよ。優しいだけ。いや、あのお方は A few moments later.私が大尉に。殿、せっかくのお言葉ですが他にふさわしい方がおられるかと。お前が言う他の皆も一様にお前を推しているのだ。もちろん私も新しい天下の大尉にはお前こそがふさわしいと思う。できるならば軍も武器もいらぬようにしたいが、理想の実現と維持にはまだ力が必要なのだ。趙雲、
私の志を全うするため、その手で天下を守ってくれ。承知しました。もとより我が身は生涯殿に捧げると誓ったもの。この長子竜、必ずや仁愛の世を守り抜きましょう。漢王朝は衰退し、世は群雄割拠の時代近し。わかりました。この諸葛孔明、劉備殿の天下のために最善を尽くしましょう。諸葛亮殿。ですが、覚悟をしていただきます。これより劉備殿を待ち受けるのは、さらなる流浪と謀略。その渦中にあっても、高き志をお忘れなく。私は最後に大業をなすのは、私の策ではなく、劉備殿の心なのですから。A few moments later. 起き上がってもよいのか。ええ。懐かしい人たちと会う。まだ少し先になりそうです。当たり前だ。そなたとは。新しい天下を共に歩むと約束したのだからな。もうじき桃の花が咲きますね。ああ、春が来る。そなたにも見てもらいたい。あの、私が兄弟たちと見た美しい桃の花を。対し漢王朝やれやれ、なんとも頼りねえやつの軍に入れられちまったな。お主はよほどその腕に自信があるようだな。しかし武の力や技だけで世を変えることはできぬ。世を変えるねえ、大層すぎて酔いが冷めちまうぜ。けど確かに今のまんまじゃのんきに酔ってられねえからな。うん、天下の悪逆を打ち世の乱れを正さねば。ま、理屈や建前はどうでもいいやな。高金な奴らはこの超欲徳様が残らずぶちのめしてやら。 A few moments later. どうしても行くのか、欲徳。俺は今まで兄者たちを通して天下を見てきた。けどこっからは俺自身の目で見て生きてんだ。志を果たし
乱世は去ったが、私一人置いていかれた気分だが。情けねえこと言ってんじゃねえ。天下を導く皇帝陛下だろ。ああそうだな、分かっているとも。じゃあ行くわ。兄者も元気でな。どこで何していようと、俺たち三人の心はいつだって一つだぜ。中山西王のマッソンと申す。しかし血を称す手立ても血を問わせぬ力も持たぬのでは。確かに今の私は力なく、ただ吠えるだけのものでしょう。されどこの義憤、何もせずに抑えておくなどできません。この竜玄徳、我が志を刃として世の乱れに立ち向かいたいのです。分かったわ。ならば友軍の一つもそなたに任せよう。ありがたき幸せ、全力で任に当たります。ほれ、ちょうど頭数も揃ったわ。A few moments later。龍儀様、いいところに来た。これ、ふかしたての肉まんだ。おう、いただこう。ん？親父、この具の歯ごたえは、タケノコか。へへ、刻んで具に混ぜてみやした。結構、いけるでやしょ。陛下、お一人で出歩かれませんようにと、何度も。すまない、趙雲。だが私には玉座よりもこの雑踏こそが心地よいのだ。確かにこの人々の穏やかな姿こそ殿が求めてきた天下の姿。殿ではないだろう。失礼しました陛下。冗談だ。ああ今日も日差しが暖かいな。